はい、皆さんこんばんは、ドローンおやじです。今回はですね、DJI アクション2がちょっと不具合をきたしてですね、少し修理が必要になりましたので、今回ですね、DJI ケアリフレッシュ、こちらの方を使用した感想とですね、レポートの方をお伝えしていこうかなというふうに思います。このアクション2の不具合なんですけども、カメラのユニットのですね、この裏側のこの部分ですね、画面の部分が全く映らなくなってしまったという不具合が発生しました。で、電源は入りますし、あとはですね、DJI MIMO のあのアプリとはつなげるようになっているのは確認したんですけども、この画面だけがどうしても表示されないということで、撮っている映像がですね、全く表示されないので、非常に困ったということで、今回は修理を依頼するということになりました。DJI アクション2に限らずですね、DJI 製品を修理に出す際の流れなんですけども、この DJI のですね、ホームページの方からオンラインで申請することになります。で、この DJI のホームページのサポートというところをですね、クリックしていただきますと、このようにですね、サービスプランとか修理各種サービスの申請というところが表示されますので、ここからですね、進んでいくことになります。で、今回ですね、私の場合は DJI のケアリフレッシュの方に入っておりましたので、ほとんどですね、修理費用かからず修理をすることができました。で、DJI ケアリフレッシュの方をご存じない方のために簡単に説明しておきますと、DJI ケアリフレッシュというのは、DJI のですね、製品向けの包括的な保証プランというふうにこちら書いてありますけども、故障とかですね、経年劣化をカバーする、DJI 製品向けの保証プランとなっておりまして、例えばドローンの場合は衝突や水没、それから飛行噴出、経年劣化、こういったところに対して何か不具合が発生した場合に修理とかですね、製品の交換をしてくれるサービスになります。ハンドヘルドの場合でもですね、同じような保証がありまして、画面割れとか、あと水没ですね、ひび変形、経年劣化ということで、これらの問題が発生した時に交換とか修理してくれるサービスになってます。で、注意しなきゃいけないのは、ドローンの方は飛行噴出ということで、飛行中の噴出もこの保証の中に入ってるんですけども、ハンドヘルドの場合はそちらの方が入っておりません。紛失した場合は、この DJI ケアリフレッシュの対象外となりますのでご注意ください。で、サービス特典はほとんどカメラドローンとハンドヘルド変わらないんですけども、製品のリフレッシュ交換があったりとか、あとはですね、定期点検を行ってくれたりとか、あとは修理特別割引があったりとかですね、そういったものが、サービス特典になっております。はい、ということでですね、で、このDJI のケアリフレッシュに関しては1年版と2年版という2つオプションがあります。これ選択することができまして、サービスの有効期間が1年なのか2年なのかという違いの他にですね、リフレッシュ交換回数が1年版は2回、2年版は3回となっておりまして、1年版の場合は飛行噴出交換は1回まで、2年版の場合は2回までということになっております。はい、それからですね、対象製品パーツのメーカー保証延長というのが1年版の場合はありません。ただ2年版の場合は1年間延長されるということになります。定期点検のサービスも受けられるようになってまして、1年版の場合は1回、それから2年版は2回受けることができます。で、さらに修理特別割引ということで、対象製品は限定されるんですけども、1年版の場合は2回、こちらが 15% オフ、2年版の場合は3回、これも 15% オフとなっております。で、この DJI ケアリフレッシュプラスというのは何かというと、このケアリフレッシュをですね、1年延長することができる、サービスになっておりまして、1年版の場合のみですね、延長を1回することができまして、合計2年まで保証されるということになります。ハンドヘルドもカメラドローもほとんど同じですね、内容になっております。今回私の方が使用したのが DJI ケアリフレッシュと合わせてこの DJI ケアエクスプレスというのを利用しました。で、このエクスプレスというのは何かというと、速やかに交換製品を届けてくれるサービスになってまして、要はですね、1回申請すると、見積もりとかですね、点検内容見積もりのところをスキップして DJI がですね、修理品を受け取った段階で交換品を発送するといったサービスになります。ですので、従来の修理サービスよりもかなり早くですね、交換品を受け取ることができるということになります。はい、ということで、この辺がですね、結構違ってきますし、この DJI ケアエクスプレスを使う場合は費用が発生しますので、その辺をですね、少し注意しなきゃいけないところになります。対応製品はもうほとんどの製品が対応してまして、もちろん最近出た DJI ミニ3
Pro ですね、それから DJI Mavic 3、Mavic 3 シネ、私が活用しました DJI Action 2、それから DJI Air 2S ですね、この辺も対応製品の中に入っております。それではですね、早速DJI のこの修理サービスの方法ですね、どのように申請すればいいかというところをご紹介していこうかなというふうに思います。まずはですね、サポートのページから、この先ほどのですね、各種サービスの申請、修理サービスの申請というところを見ていただくと、オンライン修理受付サービス、それから DJI Care Express サービスというのが2つありますけども、まずこのオンライン修理受付サービスというのをクリックしていただくと、このような画面になります。で、これは何かというと、オンライン上での修理申請を行うページになります。まず申し込み開始のボタンをクリックしていただくと、はい、このような画面が表示されまして、 DJI ケアリフレッシュのエクスプレスサービスは詳細をクリックし、交換費用のお支払い後にご利用いただけますということで、故障製品に対する点検と見積もりを行わずに交換用の製品を速やかに発送するサービスですというふうに書いてます。飛行紛失の場合はエクスプレスサービスをご利用いただけませんというふうになりますので、こちらの方はご注意ください。製品不具合の疑いにて点検の方が必要だと思う場合は、このエクスプレスサービスは利用しないようにしてください。で、もし該当する場合は戻るをここでクリックしていただいて、通常の修理サービスをご利用くださいとなってますので、ここで戻るをクリックしてみましょう。そうするとですね、このような形で、修理依頼を行える製品というのを選択することができます。DJI アカウントに紐付けられている製品というのがここにダダダダッと出てきますので、で今回はこの DJI Action 2の方が故障したということで、この中のですね DJI Action 2の方をクリックしていきたいと思います。はい、ここで何度も出てきますけども、先ほどのエクスプレスサービスのことがずっと出てきますので、エクスプレスサービスを使わないという方は戻るをクリックしていただくと、さっきの方に進むことができます。で、ここでですね、アクション2をクリックした状態で次へをクリックします。で、ここで、修理の申し込みということになるんですけども、この修理申し込みを行う場合は、初期不良交換なのか、普通に修理なのかということを選択します。で、通常の修理の場合は修理ですね。これをクリックしていただいて、で、どのような問題が発生しましたかというふうになりますので、こちらの方で問題となる部分をクリックしていただくということになります。私の場合はこの映像、画像上の異常ですね。この辺が問題になりますので、ここをクリックして先に進むということになります。で、これがですね、通常の故障の申し込みということになるんですけども、オンライン修理受付サービスの方に戻っていただくと、先ほど申し込み開始の中にですね、このようにエクスプレスサービスを利用するかどうかというと取られますけども、ここで詳細というのをクリックしていただくと、製品を選択ということで、ケアエクスプレスが利用できる製品がずらっと並んでますので、この中で該当する製品をクリックしていくことになります。で、今回は私の場合は DJI Action 2でしたので、 Action 2のところをクリックします。そうすると、パワーコンボかデュアルスクリーンコンボかなど聞かれますので、パワーコンボですので、私の方はパワーコンボをクリックして次に行きます。で、続きまして、製品シリアルナンバーを入力してくださいとなりますので、ここで製品シリアルナンバーを入力していくことになります。シリアルナンバーの確認方法は各機体のホームページとかですね、ハンドヘルドタイプのホームページの方に載っておりますので、各自ご確認ください。で、シリアルナンバーを入れていきます。シリアル認証が終わりますと、以下の製品が選択されていますということで、このような画面になります。で、この以下のパーツを修理センターへ発送してくださいということで、一応この本体の方ですね、こちらのカメラ部分のみを送ってくださいということになります。で、もしですね、この電源モジュールに、ひょっとしたら不具合があるかもしれないという場合は、発送するを選択していただいて発送するという形になります。で、この時に注意しておかないといけないのが、磁気アダプターマウントとか磁気ストラップとかですね、こういったアクセサリー類は発送するのは控えていただくようにお願いいたします。で、それから SD カードですね、 SD カードについてもしっかり外して送っていただくということが必要ですので、外したことを確認した上で発送するようにしてください。で、あとはですね、ここにも書いてるんですけども、ドローンの場合は、プロペラとかですね、これも必要以上に入れないでくださいということで、機体とジンバル、バッテリー、プロペラ2組、要は1機体のですね、最低数量ということになるんですけども、この1機体の最低数量のみを入れて送るようにしてください。予備のバッテリーとか予備のプロペラ等まで送らないように気をつけてください。
はい、ということでここに書いてますね、交換希望のないバッテリーは送らないようご注意くださいということに書いてますけども、まあ、ご注意いただければというふうに思います。今回の私の場合はこのカメラユニットの裏側のですね、画面が映らなくなったということがありましたので、今回この電源モジュールは送りませんでした。で、発送しないの方にチェックを入れていただいて、それから確認ということを押してください。で、このようにですね、DJI ケアエクスプレスをサービスを利用する製品ということで書いてまして、ケアサービスの有効期限が、ここまでですよというふうに書いてまして、今回の支払い金額はおいくらですというふうに、記載がされております。で、あとは故障の説明ですね。まあ、ここに説明文を入れていただいて、次へを押していただくと、修理センターに発送するという手はずになりますので、まあ、なるべく詳しく、ここの故障説明はした方がいいかなというふうに思います。で、これを入れていただいて、まあ、次へを押していただくと、まあ、既存の連絡先を、選択とかですね、連絡先を新規作成となりますので、まあ、通常であればこの DJI のアカウントの方に、紐付けられたアドレスとかですね、あと住所とかが表示されますので、そちらの方をご確認いただいて、問題なければこちらの方で NEXT をクリックしてください。提出する前に以下の情報が正しく記入されているか再確認してくださいということに表示されますので、でここでですね、ケアエクスプレスを利用する場合はこの時点でサービスの金額をですね支払うということになります。で、ここにですね、DJI の送付先住所とかが書いてますけども、集荷サービスというのが、利用することができまして、エクスプレスサービス専用の集荷依頼フォームというのを、クリックして開くことができます。で、ここでですね、集荷依頼フォームを立ち上げて入力してですね、最後、送信内容を確認するというところから進んでいただきますと、集荷を行ってくれます。で、こちらはエクスプレス利用の専用フォームとなってまして、ヤマトさんの方が修理依頼品をですね、引き取りに来てくれます。で、自宅まで来てくれますので、そちらの方で、自分で梱包した、この修理品の方を実際に渡して、で、修理を、お願いするという形になります。梱包の方は自ら行わなければならないんですけども、梱包を行ったものはヤマトさんの方に渡すだけで OK ということになりますので、非常にまあ便利かなというふうに思います。で、あとはですね、サービスのお支払い金額というのが下の方に表示されますので、利用規約に同意するをチェック入れていただいて、支払うをクリックすると、この時点でクレジット決済が行われますので、こちらの方でサービス金額の支払いが完了するということになります。あとは修理品を受け取りに来てくれますので、その来てくれたヤマトさんの方に、その修理品をお渡しするだけという形になります。でですね、修理の申請を行いますと、サービス進捗状況の確認ということを確認することができます。修理を、お願いするとですね、このケースナンバーというのを割り振られます。で、このケースナンバーを入力することによって、現在の進捗を確認することができます。メールが配信されてきますので、このメールの方から、参照していただいて、こちらの方で、入力をしていただきます。で、貼り付けていただいても結構です。スライドするとですね、検証というマークが表示されますので、この検証というマークが表示されたら確認というところを押してください。で、そうするとですね、現在の状況がこのように、ね、表示されます。で、ケースナンバーとともに、シリアルナンバーとかですね、受け取った製品とかで、お名前、それから支払い状態とかが表示されます。で、追跡番号というのは、これは DJI から発送された時の追跡番号になりますので、こちらの方で、今、どの位置にいるかというのを確認することができます。で、今回ですね、私の場合は、2022年の6月19日の12時に、支払いをしまして、で、それからですね、DJI に到着したのが22日の10時に DJI が受け取りをしております。で、それから同日ですね、同日の17時にはもうすでに、新しい製品ですね、交換品となる製品が、送られてきているということになりまして、で、私の手元に届いたのが6月24日の金曜日に私の手元の方にアクション2が届きました。ということで、19日に修理をお願いして、で、修理品を受け取ってすぐに発送されているので、日曜日に私が申請したんですけども、なんと金曜日にはもう交換品が手元に届いたということで、非常に短納期でですね、こちらの修理を対応してくれるということで、非常にすぐに製品が欲しいという方にはですね、エクスプレスサービスというのは非常にですね、ありがたいかなというふうに思いました。
で、まあ、今回ですね、DJI アクション2でしたけども、DJI アクション2の場合は1週間以内に交換品を受け取ることができましたが、ドローンの場合はちょっと1週間以内に受け取るかどうかっていうのは私もサービスを使ったことがありませんので、ちょっとその辺は、ちょっとまだわからないですけども、比較的ですね、まあ、短納期で、まあ、修理したいという方にとってはですね、このエクスプレスサービスというのは非常に有効かなというふうに思いますので、ぜひ、ご検討いただければというふうに思います。で、ケアリフレッシュの方に関してはですね、1回までは、1年版の方は1回まで、2年版の方は2回まで、定期点検も行ってくれますので、例えばですね、もうすぐケアリフレッシュ切れそうだなという時にですね、この定期点検の方に出していただいて、しっかりですね、まあ、機体をメンテナンスするということもできます。ですので、まあ、この辺はですね、うまく活用していただいて、経年劣化というのを防いでいただければというふうに思いますので、ぜひですね、その辺はご活用いただければというふうに思います。はい、で帰ってきた製品なんですけども、実際にですね、まあ、動かしてみましたけども、まあ、しっかり動きますし、画面もしっかりですね、修理されてましたので、安心してまた再度使えるようになるかなというふうに思いました。ケアリフレッシュ等を使ってですね、製品のリフレッシュ交換を行った場合に注意しなきゃいけないのがですね、シリアルナンバーが大抵の場合変わっています。ですのでアクション2とかですね、こういったハンドヘルドタイプのものだったらいいんですけども、飛行申請を行っているドローンの場合ですね、機体の場合は再度飛行申請ですね、ディップスの飛行申請も変更しなければいけませんし、あとはですね、このドローン登録システムに関してもですね、シリアルが変わりますので登録し直しということになります。でこの辺はですね、非常に注意が必要かなというふうに思います。ドローンの登録システムの方を少し見直してみたんですけども、製造番号までは変更ができません。ですので改めて申請ですね、再度申請ということになります。さらにですね、登録料がまたかかってきますので、この辺はですね、非常に注意が必要です。ですので、まあ、なるべくですね、この機体が登録されている方に関しては、まあ、修理ができる場合は修理で対応していただいた方がいいかなと思います。あくまでもドローンの場合は修理対応していただいた方がなるべくいいんですけども、もう修理対応ではちょっととてもですね、無理ですということで判断になった場合とか、飛行中に紛失してしまった場合については、もう機体の交換しかありませんので、その場合はシリアルナンバーが変更になるということで、ドローンの登録の方も新たに登録、さらにディップスの申請をしていた場合はディップス申請も、申請変更という形になりますので、その辺は非常に注意が必要です。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、私の方が DJI アクション2の方で、まあ、不具合が発生しましたので、DJI ケアリフレッシュとエクスプレスサービスを使用して交換品ですね、リフレッシュ品を手に入れた際の、使用レポートの方をお伝えしてきました。皆さんもですね、飛行中に何か不具合が発生したり、 DJI ポケット2とかアクション2などの、ハンドヘルドタイプのカメラで何か不具合が発生した場合にですね、この DJI ケアリフレッシュに入っていれば、保証を受けることができますので、この辺もですね、活用していただいて、まあ、不具合対策していただければなというふうに思います。でさらに注意が必要なのは、ドローンの場合ですね、ドローンの場合に紛失して、機体交換になった場合、もしくは、まあ、修理ができなくて機体交換になった場合はシリアルナンバーが変更されますので、その際はドローン登録システムから新たに登録するということと、ディップス申請の方の変更申請が必要になってきますので、その辺はご注意ください。もしこの DJI ケアリフレッシュのことなどで、まあ、分からないことがあれば、DJI さんの方にですね、直接聞いていただければですね、いろいろ多分対応してくれいただけると思いますので、ぜひそちらの方にご確認いただければというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。ドローンおやじでした。失礼いたします。